ほぼブラジルとジャイアントババ。ほぼブラジルは1957年に初来日、そこから1979年までの22年間に15回来日します。2度目の来日となった1968年にはジャイアントババからインター選手権を奪取するなど、日本で最も多く対戦し最大のライバルといえばやはりジャイアントババでしょう。ババは1994年発売の著書16問の熱闘人生の中でブラジルについて語っていますので、一部抜粋してお伝えいたします。この1年8ヶ月にわたる最初のアメリカ武者修行で忘れられないレスラーの一人がボボブラジルです。僕がアメリカに渡ってマットを踏んだ頃にはボボブラジルはもうニューヨークのヒノキ舞台で大スターでしたから、僕にとっては雲の上の人でした。それでニューヨークでボボブラジルとのシングルマッチをよくやりましたが、黒人特有のバネというか体のしなやかさにはそれは素晴らしいものがありましたよね。あの大きな体で、あの大きさでジャンプ力もすごいもんでした。なぜ忘れられないかというと、その大スターがまだまだ駆け出しのグリーンボーイの僕をリングに上がれば対等の相手として扱ってくれたんですよ。レスラーにも意地の悪いのがいます。僕らグリーンボーイを小僧扱いしたり、新人だということでバカにして試合でまともにやってくれなかったりね。僕が全日本プロレスを作ってから外国人選手を随分呼びましたが、そういうレスラーを呼ぶ気はしませんでした。でもボボブラジルだけは手加減をしてくれたのではないんですが、こちらが胸を借りるような気持ちでいくと真っ向から受け止めてくれたんです。僕らグリーンボーイにはこういう風にしてくれるのが一番嬉しいし、またありがたいことなんですね。ボボブラジルとの試合は最初はまるで相手にならなかったのか、だんだんいい試合ができるようになり、プロモーターに認められるようになったし、第一自信もつきました。出世のきっかけになったわけですが、何よりも勉強になりました。月刊プロレス1976年9月号ではブラジルはアメリカ武者修行時代の馬場について語っています。俺は別に預言者じゃないが、馬場は大物になると思った。第一度胸がいい、物怖じせずにガンガンやるし、インサイドワークに優れていた。こいつはきっと将来ビッグスターになると思ったね。だいたいプロレスの世界で体が大きいってことは条件としては文句ないことだよ。プロレス&ボクシング1969年6月増刊号から第11回ワールドリーグ決勝トーナメント対馬場戦後のブラジルのコメントを紹介します。どうだい、いい試合だったかい。俺と馬場が全力をぶつけ合った30分だもの。お客さんは満足してくれたろうね。だが30分じゃ短いな、蹴りはつかんよ。おそらく次の試合でマルコフは猪木に負けるだろう。マルコフはラフ一辺倒で息のいいファイトをやるが、フィニッシュホールドが今一歩ない。猪木にじっくり耐えられたらきっと逆転負けを食らうよ。そうなったら俺のチャンスは消えるが、それも仕方のないことさ。俺はこれからリングサイドへ行ってマルコフにアドバイスしてやろう。月刊ゴング1969年7月号読者の試乗会見ではパートナーとしての馬場について語っています。戦う相手としての馬場は嫌なやつだが、パートナーとしては文句なく最高の男だ。スピードもパワーもあり、世界中探したって2人とはいない好パートナーだと思っている。私と馬場のスケジュールの都合さえつけば2人でタッグを組んで世界中のタッグ選手権を狙ってサーキットしてみたいと以前に話し合ったこともあるほどさ。プロレス&ボクシング1970年3月号4度目の来日時にあたるこの時のインタビューで、ブラジルが選ぶ世界のトップクラス10人を発表しています。それじゃあ強い順番じゃなしに順不同で10人を挙げてみるか。ドリーファンクジュニア、ジン・キニスキー、
ビッグザブルーザー、ウィルバースナイダー、ボボブラジル、ジャイアントババ、ザ・デストロイヤー、レイ・スティーブンス、ブルーノ・サンマルチのバーンガニア、誰が見てもトップ10はこの連中になるよ。アントニオ猪木や坂口誠二は？まだ若い。あと5、6年もしたらトップ10に入ることは間違いないだろうがな。月刊プロレス1973年1月号、現代マット界を切る6大強豪の弁。日本で最も強いと思われるレスラーは？日本プロレスに招かれてきたのだから大きい坂口と言いたいところだが、やはり貫禄からいけばジャイアント馬場か。1973年の日本マット界について、今俺は日本プロレスから招かれ日本に来ている。日本プロ以外のことは知らないし、また知る必要もない。それぞれ団体によって主義主張が違うようだが、こっちは条件さえ良ければどの団体へでも行く。確かに狭い日本のマーケットで4つの団体が乱立するようなことは良くないことだ。しかし儲けるのは我々だからどうということはない。ブラジルも1973年以降は全日本のレギュラー外人となります。そのネームバリューは絶大で、全日本旗揚げ数年はシリーズのエース格を務めることもしばしありましたが、年齢的に少しずつ衰えが見えてくるようになります。日本でのキャリア終盤にあたる14回目の来日時の月刊ゴング1978年12月号、来日外人レスラーのファイトを総点検、全日本プロレスジャイアントシリーズの巻、ボボブラジルについて一部抜粋してお伝えいたします。通算13度目の来日だが、初来日が32年だからもう二昔も前だ。21年前に比べればだいぶ太ったが、肉がビシッと締まってダブついてないのは立派。とても49歳の体とは思えない。いい相棒を得て最近になく張り切っている。つまらぬショーマン的な動きが影を潜めている。いつもこうならマンネリなどと言われずに済むものを。頭突きの威力は相変わらず強烈だ。だがブッチャーとのタッグでは日本組の攻撃目標にされてしまうのはやはり年代か。ちょっと寂しい。スタミナもだいぶ落ちたようだ。それなのに老獪になってこないのはまだまだ自分の体力を過信しているのか。だが若さを誇示しようと思うなら膝を曲げてガタガタ歩くのはやめた方がいい。あれはじじくさい。月刊ゴング1980年8月号のカラーグラビアでは、アメリカでのブラジル対ニック、ブラジル対ブロディを報じています。この時期は鶴田のアメリカでのニックの AWA 王座挑戦とブロディ3度目の来日を控え、どちらもその好調ぶりを伝える記事でしたが、偶然にも共にその相手はブラジルでした。どちらもブラジルがピンフォールを取られています。しかも
ブロディ戦はわずか3分7秒でフォール負け。すでに日米で数十年活躍し、50代のブラジルとこれから本格的な全盛時代に突入しようとしているブロディでは、ある意味当然の結果であり、時代の流れを象徴していました。そして月日は流れ、1989年全日本プロレスのレトロ企画、オールディーズ・バッグッディーズに10年ぶりに来日が決まるも急遽中止となります。その翌年の週刊プロレス385号に米国の専門誌レスリング90に掲載されたブラジルの記事が紹介されています。当時まだ現役を続けていたそうです。そしてこの記事で思い出に残るレスラーとしてロジャース、力道山、サンマルチノ、シーク、ババ、スタージャック、コワルスキー、エリック、フィルポがベスト10かな。日刊スポーツ新聞の一面で報じられました。馬場のコメントも掲載されましたので、最後に一部抜粋してお伝えします。脳卒中で入院中ということは聞いていましたが、お亡くなりになったというのはまだ信じられない。とても残念に思っています。まだ私が駆け出しのレスラーだった頃の印象が忘れられません。体が大きく激しいファイトには驚きました。彼は間違いなくアメリカのトップレスラーでした。余計なことは喋らず、一本の芯がしっかり通った人というのが私の抱いた第一印象でした。ですが、リング上の激しさとは違い、リング以外の場所では非常に心の優しい人でした。レスラーとしてだけでなく、個人としてもお世話になりました。ライバルが亡くなるのはとても寂しいものです。私は23日に還暦を迎えますが、これからも精進したい。ご冥福をお祈りいたします。